バトはインドネシアのジャワ島の東ジャワ州の都市である。東ジャワ州第二の都市のマランの北西 20km にある。かつてはマラン県の一部だったが2001年に独立市になった。19万人の住民は南部のグヌンウェリランに住んでいる。住民の多くがジャワ人である。1945年以前オランダ植民地職員の保養地だった。 バトゥはインドネシア語で岩を意味する。バトゥは山の斜面にある。特に重要な山にアンジャスモロ山、アルジュの山、ウェディラン山、バニアク山、カウィ山、パンデルマン山、スメル山、ウキル山がある。バトゥは農地に囲まれた肥沃な産地である。19世紀、オランダ領東インド政府はバトゥを山岳保養地に発展させた。多くの住居や保養地施設が作られた。 バトゥは、バトゥ、ブミアジ、巡礼所の3つの区に分かれ、さらに、合計24の村に分けられる。バトゥの有名な観光地には、歴史的植民地様式のホテルであるカルティカ・ウィジャヤは1891年に、サーキーズ兄弟が建てた。彼らは、オランダ領東、インドを中心に、東南アジアに豪華ホテルチェーンを創立した、アルメニア移民である。 当初はサーキーズ兄弟用の雇用施設として作られたが、後にホテルに変わった。ありがとうございます。